はい、こんにちは。今日はこちらの問題です。場合の数の基本でだんだん大きくなる順列。問題はサイコロを3回振った時で出た目を順に ABC とすると。で、括弧1 A 小なり B 小なり C、 括弧2 A 小なりイコール B 小なりイコール C となる場合の数を求めようといった問題ですね。要するに、まあ、サイコロですので1から6までの数ですね。で、それを3回振った時、まあ、3つ1から6までの数が出てくると。で、1回目に出たのが A、 2回目に出た数が B、 3回目に出た数が C ということなんで、まあ、例えば括弧1でこの場合になるっていうのは、まあ、例えば1、2、3とか1、2、2、3、5とかね、まあありますよね。1回目に出た数より2回目に出た数が大きくて、それよりも3回目に出た数が大きいといった場合は何通りあるのかっていう話です。ですので、まあ1個ずつ書き出せば、まあ1から6までの目なので、書き出すことはできますよね、何通りあるか。ですけれども、計算で求めるにはどうしたらいいかってことを考えていきましょう。これはですね、まず、6個の目なので、要するに3つの数を先に決めてしまおうと。1から6までの数で、3つの数、まあ、例えば1、2、3とか1から6までの数の中で3つの数を最初に決めちゃうと。で、それを順番にここに入れてやれば A より B が大きくなって C の方が大きくなりますよね、という方法で考えると、要するに6個の数から3つの数を選び出すっていうだけの話に帰着します、ね、3つ取り出してから並べるというふうな考え方をするということですね。そうすると、これは単純に6個のものから6個の数から 3つの数を選ぶだけなので、3つのペアを作るってだけなので、順番は考慮しないので 6C3 ですね。ね、で、それをそのままこう並べれば出来上がるということなので、括弧1は 6C3 で終わりです。つまり、654の321なんで20ですね。20通りということになります。はい、続いて括弧2です。括弧2はですね、さっきと違うのはイコールがついてるんですね。ですので、こういう場合もありえると。例えば112とかですね、同じ数を含んでいても OK だと。さっきは、3つの数で、同じ数を含むことはないですね。1から6までの数で3つで大きい大きいなので、3つの数で良かったですけど、今度イコールがついてるので、例えば111みたいなのでもいいわけですね。333とか344とかでもいいわけですね。こういうのも、重複が出てきちゃうと、同じ数を含んでもいいということを意味しています。じゃあどうするのかといったところですね。要するに重複を含んだ、組み合わせになりますね。で、この場合、まあ、それはちょっと後で話しますけど、それは、とりあえずこの場合はですね、どういう場合が考えられるかというと、さっきのこの場合と常にこう大きくなる場合、それから A と B が等しくなって、で、それより C が、大きい場合、それから A より B が大きくて C と等しい場合ありますよね。それから全部等しい場合、これっていうのは、4つに分類することができますね。さっきの全部こう大きくなるの括弧1の場合ですね。それから丸2は A と B だけが等しくて、それより C が大きい場合。3番目は A より B が大きくて B と C が等しい場合。で、4番目は全部等しくなっちゃう場合。この4つの場合を含んでるっていうのがこれですね。で、じゃあこの4つの場合について検討していくと、まず丸1についてはさっき出したこれですね。20通り。これが20通り。で、丸2については A と B が等しくて C。つまり、こういう場合ですね。112みたいな感じです。
ですので使う文字っていうのは1と22つの文字だけですね。 A と B はこれ等しいので2つの文字だから6個の文字から1から6の、6個の文字から2つの文字を選び出してやればいいと。例えばこの場合だったら1、2ですね。2、3とか 2をここに並べて3を入れると。2つの文字を1から6のうちから2つの文字を選んでここに入れてやればいいということなんで、丸2についてはこれは 6個の文字から2つの文字を選び出すとっていうことになります。で、同様に丸3の場合も A よりも B、C が等しいと、等しくて大きいと。これはこういう場合ですね。3、4、4みたいな場合、これはこれも同じで2つの文字、6個の1から6のうちから2つの文字を選んでここに入れてやればいいわけだから、これも 6C2 ですね。まあ、ちなみに 6C2 っていうのを計算すると6、5の2なので15ですね。これも15で、20通り15通り15通りやろう。で、最後 ABC が等しくなる場合っていうのは、これは1から6までで、111222333444555666と全部等しくなる場合っていうのは、サイコロは6個の目しかないので、これこの6個ですね。ということで ④ は6通り、つまり20通り15通り15通り6通りあるということなんで、全部足すと30で56通りですね。というのが括弧2の答えになります。はい、続いて括弧2の別解ですね。重複組み合わせですね。これは括弧2のこれっていうのは、A と B と C でイコールがついているので、要するに同じものを含んでいいわけですね。だから1から6までの1から6までの6個の数字から、同じものを含んでいいから、ここから3つ選ぶってことですね。例えば112みたいなのでもいいし、まあ、全部一緒でもいいし、111とかでもいいし、まあ、233みたいなのでもいいし、まあ、全部バラバラでもいいし、とにかくバラバラでもいいし、2つ同じのを含んでもいいし、3つ同じでもいい。だから1から6までの6個の数から3個選ぶんだ、3個重複を許して3個選ぶってことですね。3個の文字を選ぶんだけど、3個選ぶんだけど重複を許している、同じ数を含んでもいいですよ、含まなくてもいいけど含んでもいいですよっていう選び方は何通りあるかっていうことを聞いてるわけですね。で、これっていうのはですね、重複組み合わせっていうのがありまして、一般的に NHR っていうふうに表します。これは何を表しているかっていうと、 N 個のものから重複を許して R 個取り出す方法なんですね。で、 NHR っていうのは N+R-1CRのことを、意味します。つまりこれを今回のこれに当てはめますとどうなるかっていうと、6個の文字ですね、6個の数字、6個のものから重複を許して3個の文字ですね、3個の文字を3個取り出すということなんで、これに当てはめると、要するに N が今6で R が3ってことですね。つまり 6H3 と。で、これはですね、このこれですので、要するに 6+3-1C3 ですね。こういうふうに表すことが実はできます。なんでこうなるかっていうのは後で説明しますね。とりあえずこれ計算してみると、要するに 8C3 のことですね。 8C3 っていうのは876の321で割ったものだから 8456 ですよね。ということで、これ56通りなんですね。さっき出しましたね、同じになります。ですので、これは単純に重複組み合わせのこの公式を使うと56通りというふうにすぐ出ちゃうんですね。で、なんであとこの公式が成り立つのかっていうことなんですけれども、じゃあ例えば今のこの場合を例に挙げてみましょう。 6H3、 要するに6個のものから重複を許して3個取り出す場合ですね。これは
1,2,3,4,5,6 のうちここにこう仕切りを用意するわけですね。で、5個の棒、5個の仕切りを用意してしてやると 1,2,3,4,5,6 個の場所ができますよね。端っこも1つと含めると1個2個3個4個5個6個の部屋ができるわけです。仕切りは5本でいいですよね。で、ここにこの6個の場所に、ボールを3つ入れるというのと同じだってことなんです。要するに、ボールがどこに入るかってことですね。で、じゃあこのボールは例えばじゃあここに入れましたと。で、このボールがここに入りました。で、このボールが、まあ、ここに入りましたと。で、このボールはじゃあここに入りましたと。としたら、これは1,2,3っていう意味ですね。で、じゃあ例えば同じところに入る場合もありますね。これが同じところに入ったら、まあ、例えばこれがここに入ったとしたら、これがここに入って、これがここに入って、これがここに入ったとしたら、これは2,2,3っていう意味です。で、3つ同じところに入ったとしたら、例えばここに2のところに全部入ったとしたら、これは2,2,2っていう意味ですね。というふうに考えると、この6個の場所に3個のボールを入れるっていうのと一緒ですね。つまり、この5個の棒と3個のこのボール、3個のボールと、5個のこの仕切り棒ですね。これの並べ替えに帰着するってことなんです。これをどう並べるかで、ですよね。ということなんで、棒が5個で、3個なんで、全部で8個。のうちから3個の場所を選ぶ、だから 8C3 ですね。8個のものから3個の場所を選んでそこにボールを入れてやるってことなんで、これは 8C3 と一緒で、なんでこのマイナス1するのかっつったら、さっきのこの仕切り棒は6個の数だったら 6-1 して下数、つまり5ですね。で、それにこの3っていうのはこのボールの数3っていう意味ですね。ということで、この公式が導けるわけです。ですので、まあ、括弧1の場合は単純に、これは 6C3 でしたね。こっちは 6C3。こっちは、イコールがついている場合っていうのは、6H3 ですね。6H3。この違いがあるので、こっちはイコールがついている場合っていうのは重複組み合わせだというところを押さえておいてください。で、重複組み合わせの場合はこの公式で示した通り、1本少なくなるとね、 6個のものから3個になってる、仕切り棒は間を仕切るだけなのでマイナス1をするというところがポイントですね。ここを覚えておいてください。今日はここまでです。ありがとうございました。